んチャンネルです。クワバタのクスクス子育てパパトーク、今回もゲストは元プロサッカー選手の本並健二さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやもういよいよパパにもなられているかもうなるかっていう配信の時だったと思うんですけど、はい、これも産後のママにぜひしてほしいこと、うん、はい、そしてもこれはやっちゃダメなこと、うん、これママにやった方がええんかなとか、産後のママにやった方がええんかなと、今の本並さんが思われること。いや、やった方がいいなと思うのは、うん、なんですか、頑張りとかじゃなくて、なんか今日あったって聞くのがいいのかなって。ちょっと待ってください、私それ今日言おうと思ってたんですよ。ちょっと待ってください、本並さん。はい、そうなんですよ。そうなんですか。あのやっぱこうお仕事柄、こう仕事時間バラバラだとは思うんですけど、はいはいはい、まあ、あの世間一般の、まあ、サラリーマンと言われる方って朝決まった時間に出て、うん、大体決まった時間に帰ってくるじゃないですか、はいはい、で帰ってきた時にすぐ子供のとこ行ってわーとかなる、うん、なるのも嬉しいんですよ、うん、あ、自分の子供をこうやって可愛がってくれてる姿、はい、嬉しいねんけど、まず一言目が、うん、今日どうやった、はい、今日何かあったどうやったって、うん、まずこっちを気にしてくれると、うん、いや今日こんなことがあってって喋りたいんですよ。あ、なるほどね。なんか赤ちゃんとママってこう人間がお家で2人いるんですけど、結局一人ぼっちな感じがあって、ちっちゃいし、はい、喋りかけてもこう会話ができるわけじゃないし、そんな時に喋れるご主人が帰ってきた時にはこんなことがあってあんなことがあってってすごい喋りたいから、はい、ちょっと待ってください。もう100点なとこあるんちゃうかな。ただ言えるからちゃんとそれ。あとは、うん、あのこれ難しいんだけど、例えば、うん、じゃあお皿洗うとか、はい、なんかこう洗濯とか掃除とか多分率先してやってくださると思うんですけど、うん、はいはい、やってもイラつかれると思うんですよ。なるほどね。私はね、私はイラついてた。なぜかというと、はいはい、私産休中で、私ですよ、まあ、私も、まあ、私の中では6割7割の方が私と同じような考えのとったんですけど、はい、こっちは産休中でもご主人は働いている。じゃあ私は家のこと子供のことを完璧にしなくっちゃ、だって仕事休んでるんだもんって思うから、ちゃんとやりたいんですけどできないんですね、はいはい、例えば、洗濯物干そうと思ったらだいぶ慣れてきたら赤ちゃん泣いてもほったらかして干したりすんねんけど、ああ泣いたから抱っこ、干せない、うん、洗い物しよう、赤ちゃん泣いてるから抱っこ、はいはい、洗えないってなって、なるほど。でも旦那さんが洗ってる時ってこっちが抱っこしてるから洗えるんですよ。うん、あんた一人でおったら洗われへんからなってこうなっちゃうんです。なるほど、ね、この感覚、はい、なんか洗ってる感出してるけど赤ちゃんが泣かんように抱っこしてるから洗ってんねんでって思っちゃう自分で、思っちゃう自分が嫌になってくるんです。次なんでこんな性格悪いんやろうって、なんでありがとうが言えないんだろうってなってきて、奥さん呼んどいた方がよかったんじゃない、うん、キャブ。いやだからちょっとぜひ見ていただきたいですよ、奥さんと。あと私はね、最大はあのお風呂の入れ方やと思ってます。はいはい、お風呂、ま、どんな風に思ってます？お風呂は、まあ、初めは沐浴って言って、ね、なんかちょっとこう体洗うだけど、だんだんちょっとこう、ほんまにお風呂場で洗えるようになってくる。多分耳塞いで、ちょっと、すごい。顔をバッと拭いて、それは大丈夫です。じゃないですか、はい、例えばなんですけどね、うちの友達もそうなんですけど、はい、じゃあ今日俺が風呂入れるわって、さっきバーって風呂入ってね、自分体あるんですよ、はい、おー連れてこいって言って赤ちゃん連れてきて、はいはい、気持ちいいかーとか言って、あー気持ちいいなって、おい上がるぞって言って、はい、これ風呂入れてるって言わないんですよ。え、マジですか。あ、これ風呂入れてないんですよ。これ、え、風呂入れてるじゃないですか。言いましょうか、はい、奥さん一人でお風呂入れるって言ったら自分も裸になって赤ちゃんギリギリまで赤ちゃんはね肌着だけ着さしとくんですよ、はい、で自分が先バーって洗って。ほんで赤ちゃんをちょっとこうやってパパって洗ってあげて、ほんでもう自分もここもバスタオル巻いて
出て赤ちゃん待って、もう自分はもうとにかくもう適当で、赤ちゃんの体拭いてあげて、ほんでもう体にクリーム塗ってあげて、ほんでよしもうなんかおもつ履かせ思ったらうんちブリブリされてもう一回お尻洗ってそんなんやってもお風呂上がったのに汗だくなんですよ。それで初めてお風呂入れたなんですよ、はい、何がおい連れてこい、耳押さえます、僕も耳押さえますとか言って、耳押さえて洗っておーし上がるぞ、まあ、風呂入れたら言えへんめっちゃ風呂入れてた俺、わかりますか、そうなんです、ね、風呂入れるって逆に言ったら、はい、ね、おなみさんが脱がしてあげて、お風呂にも入れてあげて全部着替えさせる、はい、その間大体まあ 2,30 分かかるとしましょう、うん、その一人になってる時がカリナちゃんママの時間一人ができるじゃないですか。一回一回私もねハンバーグをこねてたらね、おーいって呼ばれるんですよ、風呂上がるぞって。なんでこのこねてる手を一回私は洗って赤ちゃんを拭かなあかんねんという、わかりました、わかりました、さっきちょっと固まって子供を昔に入れて拭いて、自分も最後ちゃんと拭いて着せて、はい、だから今頭の中でできましたよね、できました、完璧です、うん、あとねまたやってほしいことっていうのは、はい、写真、赤ちゃんの写真いっぱい撮ると思うんですけど、うん、ぜひ赤ちゃんとママのツーショットの写真、これを撮っていただきたい、はいはいはい、でよくあるのが、はいこっち向いて、はいチーズ、こんなんいらないんですよね、はい、やっぱ後々見た時になんかこう、こうやって赤ちゃんとママが目合わせてるこっちからの写真とかがめっちゃ涙出てくるぐらい嬉しかったりするから、もう赤ちゃんのアップとか結構いらないです、もう最後見たらペラペラも飛ばしてみてますやっぱりお母さんとのツーショット、例えば初めて爪切りする時とか、はいはいはい、あとね結構家全体の引きの写真と赤ちゃん、やっぱり10年後家の間取り変わるから、はいはい、あこんなんやったっけとか思えるし、自分でもそうじゃないですか、はい、なんか子供の時の写真見たら、うん、ここにあったなゴミ箱とかなんか、ね、うん、タンスとか、あ白黒やったけど、あ白黒世代です、ね、だから写真はぜひ、あの何気ない写真とママ込みパパ込み、だからゆたかりなちゃんは2人のお写真をいっぱい撮ってほしいし、はいはいはい、今もあんまり撮ってないですね、妊娠した時、私だからさかりなちゃんに送ったんですよ、うん、お腹の写真とその態度、うん、あとパパがこうやって動いてる動いてるっていう動画、うん、いっぱい撮っとかないと、生まれた後もう二度と撮れないから、ね、おー来てますね、今ここ腰がこっちに動いたのかな、頭がこの下で、よし動いてます、動いてますということはまだまだ生まれへんのかな、だからそれを最近思って撮るようにしてるんですよ、なんか、うん、そうそうそう、だけどはいはいこっち向いて撮ってるんで、何やってんねん何、いや絶対何気ないやつ、そうなんです、なんか怒りそうで怖い、何やっぱり撮ったら何撮ってんねんみたいな感じで、いやいやいや言わないです、ね、絶対言わない、じゃあもうこれ見てね、役山さんが何気ない写真が後で絶対いいって言ってたって言って、本当に何気ない写真がいいと思います、ちなみに、はい、私は見てねっていうアプリ使ってるんですけど、はい、めちゃくちゃいいですよ、そうなんですか、え何がいいですか、今ちょっとだけ自分の見せていいですか、はい、なんか、まあ、いろんなやつがあるからまたあの調べていただいていいと思うんですけど、はい、例えばね老眼大丈夫ですか、めっちゃ老眼です、うん、じゃあ老眼鏡持ってきてください、老眼鏡、老眼鏡で見る例えば、はい、今これ2023年ですけど、うん、これこうやっていったら、うんうん、2018年の4月の写真ってこうやって出てくるんですよ、うん、でこれは何がいいかっていうと、共有できるんですね、だから、うん、おじいちゃんおばあちゃんに子供の写真をいちいち送らんでもここに全部入れていったらおじいちゃんおばあちゃんもみんなここで見ていけるから、ほんでこれ無料なんですよ、あそうなんですか、で、なんて言うの、見てね、みんなで子供のこと見てねっていう、で月480円払ったら、10分の長い動画撮れて、で何年前の今日とかガンガン出てくるし、いやうちの子供ちょっと見せたいな、あうちの子供にちょっと見せましょうか、ちょっとここでうちの一番2016年、いや
ほんまに、うちこうやって、こんなちっちゃかな、これ。ああ、ちっちゃいでしょ、はい、ちっちゃいの。ほんまにちっちゃいんですもん。ちょっと待って、なんかなかったかな。すいませんね、普通のお父さんとお母さんみたいな。本当にこんなになっちゃうんですよ。だからね、いろんな写真撮ってるけど、うん、例えば赤ちゃんとリモコンを並べて撮るとか。ああ、大きさ。赤ちゃんとハンドタオルだけで始めこと足りるから、うん、ハンドタオルを1枚かけてる写真撮ったら、うん、10年後そのハンドタオルかけて写真撮ったらまた比較ができるでしょ。あ、なるほどね、はい、だからそういう写真も撮るんですよ。TikTok もそれな、うん、何仕事にしようしてんねんそんなんで言うてるじゃん、まあ、いかがにしやTikTok いけんな、ほんま確かに。いや、うちの子のむっちゃ綺麗かったんですよ、この子むっちゃ。あ、かわいそう。これ生まれてどれぐらいですか。生まれてこれが、まだ2日3日とかですか。うん、めちゃくちゃ可愛いの。でその子が今見せましょうか。今すいませんね、めちゃくちゃ可愛いんですよ、うちの。ほんまうちの子めっちゃ、あ、これ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 、はいはい、もうなんかもう、あ、可愛いですね。あの大人っぽい顔してるでしょ。え、小学校小1です。小1、はい、うん、だからたった7年経ったら、たった7年であんなちっちゃい子がこんなになっちゃうんですよ本当にあっという間に大きく、だからすぐにもうこれぐらいになったらすぐ行きますよ、遊園地。うわ、楽しみだな。楽しみですよね、はい、だから写真はまずめちゃくちゃ撮ってほしいのと、 あと動画は長めよりも短めをバンバン言ってる方が見返すとき見返しやすいかもしれないですね。僕らの時は8ミリ撮ってましたからね。ですよね、1時間かけて。そうですよね、はい、今だからすぐ撮れるからいいですよ。そうですね、片割りに置いてるし携帯なんか。私ね、自分がやってもらって嬉しかったのは、あの名前決める時ってどうしようかって、はい、なんかいろいろ悩みました。悩んでます。悩んでますよね、はい、じゃあ紙にこっちがいいかなあっちがいいかなってこう殴りかけするじゃないですか、うん、その悩んでる紙をそのまま置いとくんですよ。ほんで私大人になってから見たらいろんな候補があって、うん、最後リエにぐるぐるぐるってなってた時に、うん、あ、こうやっていろいろ悩んでくれたんやと思ったら、なんかそこも嬉しかったりとか、いろいろ残すことが大事ですね。なんかそうですね、今までやってきたこととか写真もそうですし、写真は特に成長記録。そうですね、うん、そうか、そうか、そう、参考になりましたか。ちょっとはこの人カリナちゃんよりアホやん、もうお前。いや、シアちゃん、ほんまにめっちゃうなずいてたよね。うなずいてたじゃないでしょ、ほんとに関係者の方だから参考にしてもらえたから。ほんで私もカリナちゃんよりバカで、カリナちゃんがもうバカ前提で言ってカリナちゃんはもうドテンネンですけどねじゃあ将来娘さんに、まだもう生まれたばっかりなのがまだあれですけれども、はい、こんな風になってほしいとか何かありますか。健康でいてくれればいいです。わかります、はい、私もそうやって思ってたんですけどね、勉強しとかもう勉強何せえねんとかもっとサッカーなんかリフティングでやってこいとか、こんなになっちゃって。なるほど、ね、健康でいいって分かってるのに多く思ってたから、今の言葉聞いて、はい、健康でいい、もうそれだけでいいじゃないかって私がまた改めて思わせていただきました。ああ、はい、素敵な出産をされていますように、はい、そして素敵な子育てになりますように、はい、本並さん、今回ありがとうございました。